절세위인의 풍속에서 사는 조선인민의 행복에 넘친 모습을 보면서 뉴스 오타이사 모든 것이 주인으로 되고 모든 것이 조선労働党委員長조선民主主義人民共和国国務委員会委員長の金正恩同士が中国が新型コロナウイルス感染症の防疫で成果を収めていることを受け 中国共産党中央委員会総書記の習近平中華人民共和国主席に口頭親書を送りました。 金正恩委員長は口頭親書で習近平総書記に温かい挨拶を送り、総書記が中国の党と人民を導いて前代未聞の伝染病との戦争で確たる勝機をつかみ、全般的局面を戦略的に戦術的に管理していることを高く評価して祝いました。そして中国で収められた成果を我がことのように嬉しく思うとし、習近平総書記の正しい導きのもと 中国の党と人民がすでに収めた成果を強固にし、絶えず拡大して最終的勝利を収めるものとの確信を表し、総書記の健康を祈りました。また歴史の荒ゆる試練と挑戦を乗り切って固められた共中両党の関係は日増しに緊密化し、さらに健全に発展しているとし、中国共産党の党員皆に激励の挨拶を送りました。 首都の手紙で、国民革命と世界の実践の尿気を伝えた。偉大な金日成主席の秘密の業績は称えました。マルタ共産党中央委員会主席は、金日成主席は、朝鮮民主主義人民共和国を創建し、天祖を創建した偉大な政治家思想家理論家である。主席は、朝鮮人民を正しく導いて、偉大な勝利を収め、不滅の業績を残したと述べました。 オーストリア朝鮮民主主義人民共和国の関係促進協会会長は、金日成主席の業績を称えて、朝鮮民主主義人民共和国と世界中の多くの人々は、主席の生還日を大切として記念していると述べました。ネパール、マルクス・レーニン主義共産党中央委員会書記長は、金日成主席は、世界の非抑圧人民の偉大な恩師で指導者である。主席の 総帥業は不滅のものだと述べました。パキスタン朝鮮民主主義協会から支部書記長は、金日成主席の意義を忠実に受け止め、金正恩委員長の正しい導きのもと、社会主義強国建設と国の平和統一のため励んでいる朝鮮人民は必ず勝利するだろうと述べました。共和国各地で多くの中古ガス電池を建てて電力不足を補っています。 関東では、伊藤文明発電所の観光について、複数の文明発電所の建設を同時に進めており、風力資源が豊かな社会道でも、新安原産発電所、第2号発電所、朝鮮青年第4号発電所を相次いで建てた勢いで、10余りの発電所の建設を力強く進めています。 韓国南道では、風船キロワット能力のハムフン青年第1号発電所と、クニアガワ第2号発電所、ハムジュ中間第2号発電所を建て、ラソン市ではそれぞれ数百キロワット能力のラソン青年第4号第5号発電所を建てました。その他各道にも、オランチョン第5号発電所、レソンガワ青年第5号発電所、クジャン青年第1号発電所など、中古型水力発電所 電所が自力で建てられました。各地の経口の工場で新製品の開発に力を入れています。 金正恩副長官は、消費者のニーズと好みに合う製品を開発するための集団的技術革新運動を力強く展開して、新型のテトロンレイヨン洋服の生地とプリント地、セルラー織物をはじめ良質なもの上生産しました。今度日東工場では、良質の人材経理物のでブランケットや布団などを作り、ハムフン毛布織工場では、羊毛の 良質のオーバーシーズの生産を製造化しています。ピュンヤン靴下工場では、長持ち、殺菌、血栓防止など、いろいろな作用をする靴下を開発し、ウォンサン革靴工場では、国内の原料素材で、靴底の柔軟性と弾性を改善するための技術的懸案を解決して、革靴の形と
質を向上させました。誰もがこの後人気商品の開発生産に向けて東京の部門の各工場企業間の競争が盛んに行われている中、今年だけでも千数百種の新製品が出ました。ロシアの偉大な祖国戦争勝利75周年に際して諸村の抗日革命家に記念メダルが授けられました。抗日革命家のウィン・ヨンスク・パク・キムスクさんに授ける。1941年、1945年、偉大な祖国戦争勝利75周年記念メダルと象徴、またロシア連邦大統領の委任により、通称ロシア連邦特命全権大使が関係者に手渡しました。パンデミックの感染爆発を起こした新型コロナウイルスの拡大を徹底的に食い止めるための国レベルの防疫活動と結びつけて、春の衛生月間に対する社会的関心と雰囲気が好調し、成果が収められています。その因子で夏の日をはじめ漁師の人数十万株の花の苗を公園と園芸緑地区域に植えて風地を引き立てるなど、地元の特色を生かすための園芸緑化が各地で活発に行われました。各地の上流水道部門では水面器排水池の掃除と用水タンクの消毒を責任持って行い、瀬戸川、安徳川、東南川、隣人川、瀬戸川を挟んだ地域で水質検査地点を倍以上増やし、検査を規定通りに厳格に行っています。道路の堅固さと文化面を保ち、洪水の被害を防ぐための河川の整備が積極的に推進され、3月と4月全国的に建物の外壁塗りや植樹などが大々的に行われ、町と村が姿を一新しました。科学百科事典出版社から小栗旅、小栗が政治と文化の面で日本に影響を与えたことを概括した小栗旅和関係、小栗旅日本関係という本が出版されました。文章からなる新刊では小栗の人たちの日本列島進出と定着の状況、分布を人間や文献、考古学的資料を通じて概括し、小栗の人たちが進出定着して諸村東海沿岸の本州地域に建てた複数の小栗の村落と小国について、また川市大和地方に進出した人たちの勢力形成についてそれぞれ章を設けて書き記しています。新刊で注目されるのは1972年の調査発掘以来、これまで日本の学会が主張する坂本塚古墳の築造年代が7世紀末から8世紀初頭でなく6世紀であるということを、今なお残っている地名と文献、考古学的遺跡と遺物に対する深い研究を通じて新しく分析し論争したことです。その他、日本の歴史学会で議論が戦わされている四隅と七姿古墳と滋賀の長野県、滋賀の大室古墳群の塩原、東京武蔵野の地名の由来、日本の醤油と味噌の由来をはじめ、小栗が日本に与えた文化的影響の注目されるいくつかの側面をクローズアップして叙述しています。本は諸村民主主義人民共和国歴史学学会会長である社会科学院歴史研究所のアカデミー会員候補教授博士張志俊さんが執筆しました。解決を誘発する危険千番な軍事的振動、諸村民主主義人民共和国人民武力省スポークスマンの談話、6日、南朝鮮軍部は空軍空中戦闘司令部所属の F-15 系、KF-16、F-42、FA-50 型機20数機と海軍第2艦隊所属の高速艇などを諸村西海の緊張地域に出動させ合同軍事演習を展開した。南側の軍部交戦勢力のこうした盲導は得てして我々に諸村半島の緊張緩和の努力に役に立たないと中止と注意がなどと自動応答機のような言葉ばかり繰り返していた上司もこれ以上口が聞けない軍事的対決の極みだ。全てが2018年の北と南の首脳会談以前の原点に戻りつつある。この度の合同演習は
過去北と南の間に軍事的衝突が起きた漁村世界の最大緊張地域の空中と海上で展開され、我々のいわゆる異常症候と挑発を想定した状態で公然と展開された。なおさら優しいのは、南朝鮮軍部が我々を敵と呼び、こうした軍事演習を展開した事実だ。これは絶対見過ごせない重大な挑発で、我々が必ず必要な対応をすべき状況だ。絶対に妨害できない意図的な対決の追求だ。南朝鮮軍部は、この度の合同演習の目的が、北の火力及び奇襲挑発の対応能力を高め、敵の挑発原点を打撃し、支援勢力を撃退することにあることを隠していない。南朝鮮軍部の無謀な軍事的挑発行為は、地上と海峡空中で相手側に対する一切の敵対行為を禁止し、特に政界一帯を平和水域に変えることを全民族の前に活躍した北と南の軍事行為に対する全面的な逆行で露骨な裏切り行為だ。敵はやはり敵である事実を忘れてはならないということを改めて悟らせ、骨身に刻ましる機会となった。敵が我々を犯そうと公然と騒ぎ立てて熱を上げるのに、我々がじっとしていられようか。接社国年2020年5月7日平壌。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当はオーヨンスク新ヨンジでした。こちらは朝鮮の声放送です。感染者数が18,800余人。リスナーの皆さん、お気に入りかですか。お待ちかねのお望みの音楽の時間になりました。そんな声放送のリスナーの中には、音楽が大好きな方が大勢おられます。中には、鹿児島県の中原翔太さん、中原翔太さんもおられます。ね、今日は、音楽が大好きなリスナーの皆さんのために、中原翔太さんがリクエストなさったことがある、そういう歌2曲をお送りしましょう。まずお聞きになるのは、我らの未来明るい、この歌です。人民芸術家のファン・ジンヨン作詞作曲のこの歌は、1983年、1994年に創作されました。では歌詞をご紹介しましょう。1番、力強く足並み揃え、我らは進む足取り高く。勝利の自信にしてより高いところへ。繰り返しです。進む社会主義の道を誰も阻めない。まばゆい導きの太陽輝き、我らの未来明るい。2番です。困難を乗り越え笑顔で突き進む、尽きない力は山も映す。繰り返しです。3番です。民衆と党大衆一つに団結した国、誇りを持ち世界に向かおう。繰り返しです。ポソンの電子楽団の歌でお送りしますので、よくお聞きになってください。Thank you.
お聞きになるのは平壌が一番か。チェ・ジュンギョン作詞、人民芸術家のリ・ジョンゴ作曲のこの歌は1980年、1991年に出ました。まず歌詞をご紹介しましょう。1番、見知らぬ国の花よりも里に咲いた花が好き。繰り返して。世界は広く大きくても私の国が一番、ララ、私の国が一番。2番です。グラスの水を飲むたびに海の水に思い出す。繰り返しです。3番、アリランの歌懐かしく異国の街で口ずさむ。繰り返しです。4番です。太陽と星降り注ぐ祖国に帰り降り飛ばす。繰り返しです。ソソングで一作さんのリーグミックさんの歌声で聴いてください。県の中原翔太さんがリクエストなさった我らの未来明るいと平壌が一番だ。
この2曲をお送りしました。では音楽が大好きなリスナーの皆さんのための今日のこの時間をこの辺で閉じることにしましょう。リスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。翻訳版の著存の歌をお送りします。我らの建水、この歌は902年2013年に生まれました。国の繁栄と人民の幸せのために昼夜若田の現地指導を続ける敬愛する最高指導者金正恩人将への限りない警部の念と無事を祈る著存人民の熱い思いを歌い上げています。では在日著存人歌手金美俊さんが日本語バージョンのこの歌を歌いますので、じっくりご鑑賞ください。
巨村の歌を一曲お送りしました。